本日は2試合目です。見たらそこね、北田の資料が来るのがあるからやっぱりそれが楽しいんだろうけど、笑顔楽しみを見出してもらえればよろしいです。よし、行きますか。はい、第1ゲーム来る始め。早速やるかした。落ち着いて対処、落ち着いて。ダメか、蹴った方が良かったか。マジでよ、う、気持ちありません？ありませんね。ああ。いや、めっちゃ強っ。ビビってもなぁ、なんだろうな。そんなに、そんなに面白いリアクションしてるとは思ってなくて。いやぁ、間に合え。間に合え。くぅ、なんで膝が先についた。まあこのゲームはね、あのリベレーション2だっけ、うん、今やってんの。そうそうそう、リベレーション2、まあ、そんなにやっぱホラー枠じゃないもんな、ゲーム自体が。あ、ごめん、もう一回。いやー宣言してから行こう。第2ゲーム始め。いやー、リアクションを楽しみにしてくださってるのは嬉しいが、それこそ心臓が何個あっても足りなくなるので。初見のホラーゲームか。前やってたやつはさ、結構ホラー感あったけどさ。ゼロ？それさ、あのバイオの。あー、バイオ7かな。ああれか、2のリメイクか。レオンのやつ、そうそうそう。そうだね、あれはかなりホラーだった。あれめっちゃ怖かったけどさ。そっちもだって、あんまり一緒に、まあでも一緒にプレイして、さらに怖かったでしょ。まあ、一緒にプレイするっていうか、まあ、まあ、見ててというか。実際に操作もしたしね。ほら。やばい、なんだこれ、ここへ行く。うわぁ、ダメですかねこれ。一本取られなければっていう選択をしてもいいですか。できるもんならしてみなさい。あれ、押し込まれるな。確実に。ダメか。ああ。ダメか。いやー、ダメか。第3ゲーム。ダメかの3人勝つみたいになってるよ。はじめ。まだまだ、こっからですよ。よく来るな。それもあるしね、やっぱ。ナムルシの叫びを見たいみたいな。うわぁ、見えから曲がって、ふ、はい、チームなんかあるんですか。かへぇ、自分なんかやろうかなぁと思ってたんですけど、どこまで現実的なのかという。ああ。
よいしょ。綺麗に決まった。あ、前にリツイートしていた、あれね。そういえばちゃんとまだ見てないですね。なんか、ホラーゲームっていうよりかは、本当に、謎解きゲームっていう要素の方が強いみたいですけど。ちょっと、調べてみますか。あ、そうだね。まあ、二人でできるゲームじゃないから、あれか。まあ、一人でやるときの候補にしてもいいし。第4ゲーム。いきますよ。はじめ。来てる人。うわぁ。よし。あれ、まだいる。はぐらぎ。はい。すっ、すっ。ダメか。いけ。ねじ込んだ。もうまた発作が発動したかと思ったわ。同点です。じゃあ第5ゲーム始め。俺たちに距離がちなんて概念はない。危ない。あっぶね。あ、ダメか。シュッ。どんな手段を使ってでも勝つ。シュッ。ああ。よっしゃ。シャープドン。ぐわぁ。もういけたか。シュッ。うわぁ。ナーム。うぅ、くっそ。走りの安定感を高めたんじゃないのか。くっそ。ふっふっふい。ダメだ。よし。この瞬間だったな。やばい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 。ちょっと待って、あぶね。いかがなかった。走ったよな。俺も期待してないよ。俺は走ってたらワンチャンカウンターであったからね。第6ゲームスタート。距離勝ちが出てしまった。全部一本勝ちの出だったのに。しまった。純粋な操作ミス。スッスッスッ。うわ、純粋な操作ミス。純粋な操作ミスが。よし。マジ？ありがとうよ。マジか。今のはうますぎる。やった。意図せずに攻略進んでるけど。ハマ撃たせて俺は死んでそっちが残るっていうのがなんか今回めっちゃあったよ。